知りませんね。それに私はメガネを買って用事がないなら帰ってください。金の猫じゃないんですね。落胆ですね。全然欲しくありませんね。もう来ないで欲しいです。
ら、抱っこしてもらったの。よかったわね。ケミカルちゃんは人見知りで、知らない人に抱っこされることなんてなかった。ありがとうございます。何でしょう。私、人に物をあげない主義なんですのよ。物々交換。また来たんですか。金の猫のお守りじゃないですか。どうしたんですか。もらえるんですか。何の話を聞きたいんですかね。誰ですか。テレビ局に知り合いはいませんよ。早く僕の目の前から去っ
早く僕の目の前からさ。早く僕の目の前。早く僕の目の前から。これは伊達メガ。何ですか？何がかか何が書かれているんです？教えてくださいよ。それは何ですと？まさか彼女に限って。見せてください。早く見せなさい。見えませんよ。この新聞じゃないですか。それの私を騙したんですね。わかりましたよ。正直どうでしたかね。中学の同級生かもしれないじゃないですか。私が大場高校出身という証拠はあるんです。
早く僕の目。もう話は聞きません。また来たんですか。早く僕。早く僕の目。テレビ局に知り合いはいませんよ。早く僕の目の前。残念ながら。何がか、それは、何ですと？見せてください。旅館の新聞じゃないですか。私を、分かりましたよ。どうでしたかね？中学の同級生かもしれないじゃないですか。私が大場高校出身という証拠はある。
早く僕の目の前から。さあ、どうでしょうね。早く僕の目の。人違いだと言って。もう話は聞きません。また来たんですか。金の猫のお守りじゃ。もらえるんですか。何の話を聞きたいんですかね。
何ですか。何が書かれているんです。それ、見せてください。旅館の新聞じゃないですか。私は騙し、わかりましたよ。どうでしたかね。中学の同級生かもし、私が大場高校出身という。さあ、どうでしょうね。